イオン湯沢ショッピングセンターは、秋田県湯沢市にあるショッピングセンターである。各店舗はイオンスーパーセンター。秋田県道278号大月湯沢線、秋田県道311号羽後月線沿いにある。最寄り駅は湯沢駅だが、市内中心部および駅からは離れている。湯沢の中心部ではかつて地場資本の協働社湯沢サンエーや湯沢ショッピングデパート大だけ、さらには、羽後ジャスコの運営によるジャスコ湯沢店も営業していた。しかし、地場2社は経営破綻。さらにジャスコ湯沢店も閉店した。ジャスコ湯沢店の閉店後、市内で営業するナショナルチェーンのスーパーマーケットは皆無となったため、市民からは品揃えなどの充実したSCの開店を望む声が上がっていた。イオン湯沢SCの進出にあたっては、市中心部の4商店街と消費者、地主らが、署名、陳情を繰り広げ、2004年12月、市農業振興地域整備促進協議会は、中心商店街の活性化を図る必要があるとして、イオン側から出された、計画地にかかる農地の農振除外申請を却下した。しかし、翌年3月の4町村合併直前の旧、湯沢市議会において、SC 誘致派の陳情を2件を採択し、反対派の陳情を2件を不採択とした。これを受け、市農振興は2006年2月に、農振除外を決定した。こうした経過をたどり、イオン、湯沢 SC は、開業に至った。当初計画では、各店舗をマックスバリューにする案もあったが、スーパーセンターでの出店に落ち着いた。なお、直営売場のうち酒類など一部の売り場は、イオンリテールの管轄になっている。イオングループ以外の特徴としては、まちの総合情報交流拠点、まちの駅でもある、虹こまちという物産館が、テナントに入っていることが挙げられる。市の観光物産団体などとの協業により、単なる、土産物屋ではなく、いわば市や、県のアンテナショップ的な存在となっている。羽後交通、山田線イオン、湯沢 SC 停留所。ありがとうございます。